皆さんこんにちは、橘香ですこの度京町イカちゃんがボイスロイド化に向けて頑張っていると聞いて応援メッセージを送らせていただきましたはい私自身も長い間京都に住んでいたので京町イカちゃんのことはすごく気になっていたので今回はもう本当に良かったなと思っていますおめでとうございますさあそんな京町イカちゃんなんですが彼女は一言で言うと「時をかける公務員」ということで緑色のスーツがとってもよく 可愛い女の子なんです、はい、普段は町役場でお仕事をしつつ聖火町を守っていらっしゃるんですが彼女の守る聖火町とは最先端の科学と長い歴史が共存するとっても素敵な町なんですなのでもっと聖火町の良さをたくさんの方に知っていただきたいなので聖火ちゃんにはもっともっと頑張っていただきたいと思っておりますので皆さんもぜひ一緒に今日も聖火ちゃんのことを応援していただけたらなと思いますよろしくお願いします